はい、どうもです。おいでございます。今日はね、お寿司が食べたかったってことでお寿司いっぱい買ってきたんで、いただきます。何からいこう。まあ、いつも通り卵からいこう。いただきますって言ったね。いただきます。うん、今日はね、サーモンの漬けを作ってたんです。で、仕事終わったらご飯炊いて丼ぶりにしようと思ってたんですけど、残業になってしまってね。エビ行こう。スーパーに行ったらね、まあ時間も遅かったんで、まあスーパーに行ったら半額祭り開催されてたんでね、じゃあ久しぶりにお寿司食べちゃおうということです。うん、いくらいっちゃおう。最近ここのスーパーでお寿司買ってなかったんだけど、イカ、なんかお寿司と、あ、違う、醤油とわさびがつかなくなってるね。多分こういうご時世だから。お取りくださいみたいな感じで置いてると思うんですけどね。次から気をつけよう。うん、きんね。あ、甘い。うん、アメージング。すごい、マグロが切れちゃってる。アナゴ、シャリがちっちゃいな。サーモン、なぜこれだけで食べたか。そう、この漬けサーモンがあるからです。でもでかいんだよな、こんな風になっちゃうから。こんな風になっちゃうからさ、一口食べて、味ちょうどいい。うん、うまいね。でもマグロいっちゃおう先に。うん、おいしい。わさび効く。卵このままいっちゃおう。お寿司おいしいね。このお稲荷さん美味しくて、まあお稲荷さん大体美味しいんだけど、5個
5個入りをね、先に買ってたの。半額なんで115円。鉄火巻きが半額で149円。こっちにね、お稲荷さんあったから、鉄火巻きに切り替えちゃった。寿司おいしい。わさびやった方が美味しいな。ちょっと大きめだけどね、このぐらいはあるよ、厚さが。これにのっけちゃう、こういう感じで。幸せ。マイクがそっぽ向いてんな。これ食べちゃおうかな。若鶏のしそチーズ。サーモンは明日までいっちゃうとつけすぎになっちゃうんだよな。うまい。アメージング。このサーモンこっちつけてみよう。つけだれに。
全然鉄火巻き手つけないな、この親父は。お稲荷さんうまい。お稲荷さん久しぶりだな。そうだ、冷食も食べないといけないんだよな。1個だけ食べて終わろう。あとはちょっとね、テレビ見ながらのんびり食べます。うん、うまい。やっぱりうめちんグーうめちんグーグーグー。それではご視聴ありがとうございました。お寿司が食べたかったんでいっぱい食べました。バイバイ。